はい、やめろやめろ、来んな。はい、赤出せ、赤出せな、それは赤やな。はい、だから J リーグの審判叩かれんねん。ジャッジリプレイ、うん、だから叩かれんねん J リーグの審判はよ。赤やろ、えってやろ。フルスにするスライディングか。ペンネーム、スズランさん。サッカー部あるある。部活中、女子が覗いてくると、体力全回復。全男子共感です。これはすごい、いいですね。あ、素晴らしい。これもあれやな、サッカー部というよりも全員あるあるやん、ね。全部部活共通やろうし、うん、もうなんなら俺体育の時も全回復すんねんか、まあ、いや体育の時は分かるよ、体育の時全回復ってよりかまあだから張り切っちゃうよな、うん、あいや分かる、めっちゃ分かる。なんか格好つけてもらうな、球技大会とかな、球技大会とかもそれももちろん格好つけるし、で高校の時はなんか体育でサッカーとかあろうもんなら、うん、あのサッカー部じゃないのにサッカーなんかできるやんっていうのを店に行ってたからな。 あったな、うん、だったこう逆にさ、サッカー部はさ体育のサッカーで調子乗られへんやん、逆にな、ちょうど無理やから、そうそうそう、うん、そんなはずいやんそんな、うん、でもなんか俺は逆にそのサッカー部じゃないからやりまくれるわけよそんなこと、まあまあまあな、うん、で別に女子なんて目に見えてすごいとことしかわからんからさ、そんな裏でこうパス回してますなんか何もすごいと思わんから、分からへんから、うん、ガンガンゴールでシュート打ちまくる。嫌なやつ。うわいいな、懐かしいな、いやいいあるあるやわ、うん、あるわ、俺いまだにまだそんな感じやからな、橋毛もずっとそうやもん、だから橋毛はだからもう女子近くおったら声大きなのかな、居酒屋でも変なアピールしような。変な気持ち、自分でも分かってるもん、俺のキモいことしてるわと思う、俺のちっちゃい動きに大きい声で突っ込むからな、ハシケンは。俺その時ナフィの方見てないの、周り見てるから。ハシ今でもまあまあ男子ってもずっとそうだよな、別に俺も絶対そういうとこめっちゃあるしたもん、みんなそうなんですよ。はい、それの礎が、部活中女子覗いてくると体力全回復っていうね。はい、ここで培われるから、うん、ということで今回ガンバ大阪感動キャリア続きやっていきます。はい、今回の対戦相手名古屋グランパス、あーいいやん、うん、強いよ、これもまた強いよ、うん、名古屋は強いねんから、だからグラビアグイがおるとこやね、グラビアグイ、あごめんなさい、柿谷陽一郎がおいしてる、まだなんかセレッソの感じはしてしまうけど、何な、うん、全然もう名古屋で2年目か3年目ぐらいですよね、グラビアグイとか言うなよ。メンバー見ていきます。はい、阿部いいね、阿部、うん、ちゃん阿部ちゃん阿部ですね、なんかガンバファンはみんな阿部のこと好きちゃう、いや阿部のこと好きです、なんかいいようなキャラ的にも、なんかいい時に決めてほしい時になんかミドルシュートとか決めてくれたりするね、ああ、 いいわ、今でいう小野瀬みたいになってきてね、あーはいね、わかるわ。小野瀬がやっぱ安倍ポジですね今。うん、キャラもいいのよ。ね、稲垣翔。お、なんかあれじゃない？ローランドの先輩かなんかじゃないの？あ、そうなんや、提供なんや。なんかそんな。提供じゃないかもしれんけど、わかる。元日本代表ですね。で、グラビアグイ。グラビアグイって言うなだから。見て顔も。グラビアグイしそうな顔してる。やっぱかっこいいから。かっこいいしテクニシャンやから。もう。おい、金崎、ムーム名古屋なんやな、今。丸山雄一。あ、丸山さん。丸ちゃん。俺、カツクでめっちゃ使ってたわ、丸山雄一。丸ちゃん？カツクで。若い時に、何十年ぐらい前かな。まあ、結構前じゃん、サカツクなんか。うん、めっちゃ使ってた。めっちゃ強なるって。サカツクプレイさせてた、ずっと。まあ、ちゃんと丸ちゃんはね、日本代表行きましたからね。あ、そうやったっけ？うん、日本代表になってましたよ、一回。ランゲラック、マテウス、中谷。あ、うん、こいつ。あれ俺こいつもサカツクですか。名古屋やん、じゃあ気のせい。名古屋でやってるやんサカツク、あらんな、まあ、違う人。まあ彼もね日本代表に選ばれたり選ばれなかったり、 斉藤学ぶ、うん、浜野メッシ、レオシルバや、レオシルバ、え、名古屋なんや、いつから来たんやろ、やっぱ鹿島のイメージ強すぎるからな、今年やった気がする、
レオシル、うん、なんかレオシルバー J リーグの選手がめっちゃ強いっていうイメージあるけどな。レオシルバー、いや聞くな確かに。うん、なんかもナス大輔チャンネルとかも5回ぐらい出てんじゃん、知らんけど名前あそれでかもね、鈴木啓太チャンネルとかでも4,5 回出てんじゃん名前レオシルバーって。知らん間に後ろおるとかなんか誰か言ってた。相馬、あー相馬、相馬もう名古屋か、うん、強ない名古屋。名古屋強いな。やばいやん吉田豊。え名古屋な。うん吉田豊名古屋去年かぐらいかな。かわいらしい顔してで多分どうせ強いですよこのチアゴっていう人も。どうせ強いでしょ191cm。 でかすぎるやろ。で多分どうせ強いですよこの人。よくぶツイルチョク大強いやんみたいな感じです。めっちゃ強ない名古屋、うん、名古屋グランパス8強いな。はっきり言った正式名称。湘南ベルマーレから連絡がありました。レンタルでこちらに貸し出している斉藤美月が出場時間を確保できないことに不満があるのです。このままでは選手が成長できないのではないかと心配しています。状況が変わらないのであればレンタル打ち切り、斉藤をクラブに呼び戻したいそうです。今後彼を起用するつもりがあるのかどうかを教えてほしいとのことです。回答お願いします、うん、最高責任者河野太郎。え河野太郎あのですか。自民党総裁選で負けた。お負けたとか言う負けたとか言うね。すごい湘南ベルマーレも最高責任者も兼任してるんだ。はいもう兼任してます。すごいじゃない。外務大臣やな。ちょっと詳しくは分からん、まあ、また役職変わったか知らんけど、まあそれとまあ兼任して湘南ベルマーレの最高責任者もやっております。すごいな、こんな時期に斉藤美月のことを考えてくれてんねや。うんありがたいこっちゃ。ワクチンでね大忙しなとは聞いてますけども、うんうん、まあまあそれよりも斉藤美月だと大変やな。大変や、ね、やっぱ政治家は。まあ斉藤は引き続き今みたいな感じで出していきます。僕河野太郎にビビってないんで。すごいな、わからんでも一握りされるかもしれない。ちょっと頑張大阪なんてそんな怖い人なあの人怖いやろで。前回のおさらい、ガンバ大阪イブラヒモビッチの2ゴールでセレッソ大阪を下す。はい、まあまあ過去最高の試合でした。いやよかった。うん、まあ、大阪ダービーはやっぱゲームでも熱いんで。熱いな、うん、これはもう勝たないと。お全員誰やねん頼むわ。みんな外国人に見えるわ。ほんま一人ぐらい頼みますほんと。というわけで名古屋グランパス戦いきます。はいはい、名古屋のホームっぽいです。名古屋グランパス8のホームかこれ。名古屋グランパス8ってちゃんと言ってる。表記がもう名古屋グランパスやのに8ってもうないんじゃんほんまは。8言ってあげないとかわいそうやあれ。 N もうなくしてんじゃん8って。知らんけど。ガンバ4位14ポイント、川崎19位3ポイント。そんなことあるか。ワーストディフェンシブチームでーす。終わってるやんこのチーム。ただ4位やから。でも勝ってるってことだね。そういうことや。うん、はい、現象時ダンディキャプテン任してんねん。東口お前がやれ。もう慣れないキャプテンやってるから緊張してるわ藤原か。キーパー渋谷吉田チアゴ長谷森下稲垣レオシューバ阿部ちゃん斉藤マテウスそれらつく。えいランゲラックスためちゃうねやほんまや。なんでやねん。東口藤原金剛を庄司高尾山本家長長谷部宇佐美長澤パトリック・ロバーツ。はい、まあ、イブラヒモビッチはベンチと。イブラヒモビッチベンチ。はい、イブラヒモベンチ。おほ今イブラヒモビッチと、ベンチを、合体させてイブラヒモベンチって言いました。キックオフ。まあまあちょっとね、まあ、皆さん発言ちょっと大きく滑りましたが僕がこのプレーで挽回したいと思います。おいおいおい提案でいこの野郎。提案でいこの野郎。はい、やめろやめろ来んな。はい、赤出せ赤出せな。それは赤やな。はい、だから J リーグの審判叩かれんねん。ジャッジリプレイ。ああ、だから叩かれんねん J リーグの審判はよ。や赤やろえってやろ。フルスにするスライディングか。それはよ阿部ちゃん。まあもう山本が出てるんでね、うん、勝ちます。いやこのチーム実は山本のチーム。山本のチームですから。
全然イブラヒモビッチとかもまあ確かにそうなんやけど山本やから。うん、結局。結局な。はい。いいよ。いや、さすがに無理っしょ。なんでそんなヘッチョイシュート打てるん？そんな顔ようできんな。さあ、長澤がここでアピールしたいって言ってました。うん。アピールしたいって堂々と言うんやな。かわいいな。うん。なんか手前の。何何手前の。見てほしい、あのチカチカ。監督が進化しようとしてる。てんてん、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 てんてん。しさあ、ベイマコ持ち上がって。あ、うん、いいとこにおるな、ヤマト。おっと。あー、トラップよかったけどな、今。うん。うん、ベイマコのパスがきつい。うん、やっぱ海外仕様やな。ドイツ、ドイツ仕込みの。フランクフルトパス。はい、何やそれ。なんか、ちょっとエッチやな。はぁ、あ、終わってるやん、脳みそ。こいつ、こいつとお祭り行きたくないねんけど。お祭りあるある言っていい？待って。うええー、おい、パトリック・ロバーツがお祭りあるある聞いた言ってるやん。っていうことやな。お祭りあるあるいただこうかな。お祭りあるある、女の子とお祭り行って、フランクフルト食べたいって言われたら、うん、なんか今日行けそうな気がするって思うっていう。まあ、こいつと祭り行かないでください、皆さん。これ見てる方ね。こいつに祭り誘われても絶対行かないでください、ね、この気持ち悪いやつと。チョコバナナでも思う時あるね。うん、もう終わってます、こいつの脳みそは。まあ俺も祭りあるある一個言おうかな。あ、いいですか？聞きたいですね。うん、神社の裏でエッチする、うん、こいつめちゃくちゃやこれびっくりした今俺が言ったやつのレベルもうエッチってるからえこれあるじゃないないないよあるじゃないないないマジかまあなんか余計なこと喋ってもらったかもおいないないやしバチバチやですよバチやいいのバチバチダメだ健全な、うん、健全なサッカーにしたいの一度来ましたよコメントでもあ息子と一緒に見てますとごめんなさい嘘です本当にそんなこともうしたことないですし一回来ましたからねそのコメントは頼むわ橋剣ほんまほんまにあかんなこれな、うん、ダメダメ全然攻められへんねんけど。いや、ほんまにずっと攻められてる。これはね、ちょっと気合い入れなあかん。どんどんか、今の。やっぱ名古屋グランパス8普通に強いからな。もうええわ、それ。えああ、名古屋グランパス8。突っ込まんでいいんやったら好きなように言うたらええけど。あらおい、いないわこいつ。長澤をね、ちょっとアピールしてほしい、やっぱり。いや、長澤にヘディングで決めたらもう、うん好きになります別に総合値云々よりもそのヘディングで決めるっていう1個だけできたらそれでいいか、うん、いやそうやねそれ要因でねベンチに入れるんで、うん、イブラヒモビッチの控えとして武器になるからなそれだけで、うん、サッカーってやっぱそういうのあるからいいよななんかスポーツっていいやめてやめてでーっ OK ナイスキーパーナイスキーパーしぐち、うん、何今の世界に一つだけの花の種はあるけどああやばいやばいなんかゴールと観客席めっちゃ離れてるなこれ後ろ、うん、何やのスペースこれ絶対良くないで近ければ近いほどいいねんかはいじゃあ早いなやっぱり山本が抜いていけばいいだけなし、うん、あ絶妙引っかかりましたうわ多分中谷ちゃん中谷のしんちゃんうん雰囲気が中谷やおうこの山本のファールを誘うパス全然中谷じゃなかったで今なんかも森下って書いてたねこれってあいけたいけたはいあこのパターンね合わせるパターンね頭でさあどうだうんもうちょい前やんかうんむずいむずい
うさみちゃん、パトさん、はい、ここに出す、あれしょー、こいつでした。あいよはい、流し頭じゃない。そんな後ろから登れできんやったら頭いらんな、身長いらんわ、その身長。いや、パスも良かったよこれ、うん、トン抜け出しも完璧、うまい、うまし、いいじゃん、言いすぎ、これ全然 長さ使えるな、これ使えるわ、長さは、うん、パトリックが今焦ってます、焦ってますね、パトリックの方が決めてないな、うん、よく決めてない、名古屋に勝ったらでかいからな、賞味、いや強いからな普通に、うん、名古屋ってもしかしたら普通に優勝ありえるんちゃうぐらい、いやありえるやろ、メンバーだけ見たらな、うん、うん、オッケーオッケーオッケー、川崎が19位として積んでるから、これな、なんか知らんけど。あ、これは絶対抑えて終わってほしいで。アイス、はい、オッケーオッケーオッケー、全終了、いいね、続行します、はい、迷ったんですけどね、放棄するか、うん、続行することにしました。家長出てたね、あ、同じ人に家長、はい、な、取り返して、家長今日初めて見たかもしれん、俺。後半始まって3分経ったけど。あーい、やー、いいディフェンス。レオシルバーじゃん。レオシルやん、絶対。レオシルバーな、強いのよ。お、ラッキー。ラッキー。あー、パスよ。パトリック・ロバーツがまだ分かってないな、言語を。言語なんか今の。言語って誰。絶対長さはあっこで欲しいって思ってないやろ。キャッ、あ、出せへん、パトリック・ロバーツ、いい走りしてたけど、あ、オフサイドだよ、お前それ。流し、これ。流しは。流し、こいつでかすぎる。厳しい、長さが一番に。やっぱ身長でかいってすごいな。身長でかい、マジで強い。なあ、身長でかいって、なんか有利な気するけどな。うん、おいおいおい、おいおい、ドライフラワーみたい、なんちゃらかんちゃら、あ、やばいやばいやばい、オッケー、この有利ちゃうねんな、別に背でかいって、背でかいから有利やねんな、別に有利でかないし、これやばいって絶対、ナイスナイス、藤原もう上がってる途中でこれ絶対やばいって思うようなクロスが上がってたわ。がっつりフォワードが抑えてたから、ね、2人ぐらいおったろ。ナイスすぎるやろお前。すごい藤原。ハンドちゃうこれ大丈夫、これハンド臭いな。あ、でも胸か、胸っぽかった、あのオンゴールしてた時期とは大違い。もう言ったんな。言い忘れてんの。あの人だってあれやろ、うん、オンゴールしにブラジル行ったんやろ。おい、絶対言うな、そんな。お前、トゲあるぞ、言い方に。あー、選手交代。ちょっと今日、ウサミが沈んでたわ。斎藤、な、入れたいな。長谷部に帰って斎藤、ウサミに帰って山見。山見ちゃん。山見ちゃん。山本。うん、山本、一時の活躍だけか、今日なんか別にまあ。結構でもな、いいかプレイしてるで。何？はい、ナイス！いいよ。なんかこれ、山見も今、キレないけど、なんかキレないやつ意外と。長い！おぉ。いい感じやったやつね。確かにな。モブに繰り下がった阿部。初めてじゃん。紅葉からモブになり下がったの。オッケー、だって、もう操作をしてるプログラマーがおるわけやからな。わざわざモブにしてるからな。モブを固有にするんじゃなくて、固有をモブにする作業をしてる人がおるからな。うん、意味わからんねんな、マジで。大ピン。オッケー、クリアでいい。ナイス。ここでイブラヒモビッチがもう嫌すぎるからな。うん、ここでイブラヒモビッチ。で、あ、3枚か。9番に。悪魔の時間スタート。きましたね、長さはよく頑張った。うん、よく頑張ったぞ。ほんまに。おい、指示すな、イブラヒモビッチ。教えねん。こいつ点取ったからって調子乗るタイプや。指さすなよ。イブラヒモビッチなんか誰も何も言ったらあかんねんから。
張ってるとこ一つもないんだから、身長すら負けてんちゃうかぐらい。いや負けてんちゃう。なあれはいはい、ナイスサイド、いいじゃない。長い家、家ならな、危ない家なら、はい、あーいいね、いい、今のパスいいよ。あーじゃあファール欲しい。ロングシュート、ミドルシュート入るんじゃ意外と。いや打ってみる、あんまりない歌うもんな。うん、ほんまになんか上手い選手が持ってたら打つけど、最悪や。うわこれはやばすぎる。これはやばすぎる。1点1点止めてるから許したろ今の。どうすんのこれ、どうする君たち、どうする気なん、それどうする気なん。オッケーオッケーオッケー、はい、ナイスナイスナイス、ミスった、最悪。キーパー、はいナイスキーパー。あもうアディショナルで終わりますね。うん、勝ちました、これはいいね。オッケー、まあ、1-0。初めて無失点ちゃん、おや結構連勝重ねてんちゃん、意外とな。このだから ACL は飛ばしたやつやから、エクシミレートやしな、興味4連勝お前リーグ戦4連勝やで、次回 ACL アルシャバブかな、これアルシャバブ、アルシャバブ、まあ、昔ベルゼバブっていうね漫画とかありましたけども、それに影響されてつけたんかな、アルシャバブ。えダサ、影響されんなそんなとこ。ベルゼバブ面白かったけど。でまあまあ1回ね、まあ、クイックシミュレーターで負けたんで、まあ、まだポイントは持ってないという感じですが、うん、まあまあいけるでしょう。アルシャバブー、チシカバブーみたいな。ユズの、歴史的快挙なるかとかなんか言われだしました。7ゴールですね今のところ、8試合7ゴール、はい、なの大会記録が40なんや、40なんやね、 J リーグの。誰なんやろ、知ってる人かな、アラブジョ、ちょっと調べてみていい。うん、イブラヒモビッチの予想ゴールは33なんや。35とかではなくてな、30とか35じゃなくて33なんや。40ゴールも決めてるやつおらんで、嘘ついてるって。どうせこれ嘘、この大会記録40。一番多いのは1998年のゴンやな、36。ゴン中、うん、2番目がアラウージョ、33試合33だってキモ。だからこのアラウージョの記録が予想ゴールなんや。なるほどな、イブラの。でも1998年のゴーンエグいで27試合36とか。ロナウドやん。ゴン中エグという感じで今回はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画面白いと思っていただければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。何か感想などればコメントお願いします。ついでに高評価もお願いします。ということで今回は橋県から長澤俊に一言、身長だけじゃないってとこを見せつけてくれてありがとう。ちょっとごちゃごちゃしました。ではまた。 I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away.